全国各地の馬主たちが手塩にかけて育てた自慢の競走馬、最も強い一頭を決めるドリームレース、ブリーダーズカップが間もなくスタートします。スタートしました。7頭、綺麗なスタートです。まず何が行きますか。外から押して7番ミナイアル、2番手2番プレイヤーシュ、2番手代わって1番踏み隠れ里、その後は5番岡村ドナイ、3馬身相手6番大連シャフト、3馬身相手4番リリコスキンと3番小沢陽子、差が開いて最後方2コーナーに向かいます。ここから先頭までは10馬身以上、これからバックストレッチに向かいます。先頭は依然ミナイアル、6番大連シャフト先頭に入れ替わります。2番プレイヤッシュ好位をキープ、5番岡村ドナイ、そのうち1番踏み隠れ里、4馬身相手4番リリコスキンと離されて最後方3番小沢陽子。1000m の通過タイムは1分0秒7、各馬第3コーナーをカーブしていきます。先頭代わって大連シャフト、後ろに7番ミナイアル、2番プレイヤッシュ後位につけました。外から上がるのは岡村ドナイ、内から1番踏み隠れ里、4コーナーカーブ直線コースに入ります。ここから最後の直線勝400を切って先頭大連シャフト、その後踏み隠れ里、踏み隠れ里突っ込んでくる、坂を登って踏み隠れ里、追い込み勢には小沢陽子、変わらず先頭は踏み隠れ里、小沢陽子まとめてかわした、小沢陽子堂々と合輪、勝ったのは小沢陽子、鞍上は武豊騎手、小沢陽子ブリーダーズカップを見事勝利しました。2着ミナイアル、その後3着踏み隠れ里。全国各地の馬主たちが手塩にかけて育てた自慢の競走馬、最も強い一頭を決めるドリームレース、ブリーダーズカップが間もなくスタートします。スタートしました。少しばらついたスタートになりました。まず何が行きますか。早くも先頭17番アラビアンナイト、2番手4番一緒に遊ぼう、16番ゼータヘルクリス好位につけています。内から2番アメフリアラモード、14番素敵なコード、続きまして18番ジークフリート、外から13番マホイミ、10番勇気の子不足、8番クインクルウェイ、この辺りが中段、内から7番ベジールハロワーク、3馬身相手11番マネタリーベース、少し差が開いて12番サバライト、3馬身相手1番グランドクロス、
少し差が開いて3番ラブロマンス、少し差が開いて6番ルージュコマンド、続きまして9番マミニクダンサー。 1000m の通過タイムは58秒2、1馬身相手5番パイナップルポップ、最後方は15番フジムール。4コーナーカーブから直線に向きます。ここから最後の直線勝負、後続各馬の動きはどうか。先頭アラビアンナイト、400を切って先頭アラビアンナイト、そしてジークリーム、食い下がるゼータテルクリス、ゼータテルクリス勢いよく追い上げる。残り200を切りました。先頭が変わった。マホイニ伸び足がいい。マホイニこのまま押し切れるか。マホイニマホイニマホイニ押し切ってゴール。勝ったのはマホイニ、鞍上は水口裕也騎手。勝ちタイムは1分43秒6。マホイニブリーダーズカップの栄冠に輝きました。2着以下は混戦となりました。全国各地の馬主たちが手塩にかけて育てた自慢の競走馬、最も強い一頭を決めるドリームレース、ブリーダーズカップが間もなくスタートします。スタートしました。少しばらつきました。まずは先行争い、10番シュテラロゲイユすっと前に持ち出しました。6番アマユトの隣内から追い上げる。その後は8番ミッドナイトスター、11番シシャも好位をキープ。これを見るように内側4番シーチキン祭り、3番ココスターマイン、この辺りが中段。これを見るように外側5番カットビモアテッド、1馬身相手2番モンツァライン。12頭正面スタンドで大声援を受けます。少し差が開いて1番ヒートシーカー、6馬身相手12番西のビジョン、少し差が開いて7番フルーツサンデー、最後方は9番フジモンスター。各馬1コーナーを目指します。桜舞う中山競馬場、1000m の通過タイムは59秒7。ここから先頭までは10馬身以上。もう一度先頭から見ていきましょう。先頭はシーチキン祭り、3番ココスターマイン先頭に入れ替わります。8番ミッドナイトスター好位をキープ。10番シュテラロゲイユ、内から6番アマユトの隣、11番シシャモ、この辺りが中段。これを見るように内側5番カットビゴアテック、1馬身相手2番モンツァライト、少し差が開いて1番ヒートシーカー、6馬身相手12番西のビジョン、3馬身相手7番フルーツサンデー、最後方は9番フジモンスター。主導権は4番シーチキン祭り、8番ミッドナイトスター並走、3番ココスターマイン好位をキープ。これを見るように外側6番アマユトの隣、4コーナーカーブから直線に向きます。さあ直線コースに向いた。400を切って先頭シーチキン祭り、その後ココスターマイン、ここから坂を駆け上がる。シーチキン祭り粘っている。2番手ミッドナイトスター、その後カットビモアテ、シーチキン祭り圧勝ゴール。勝ったのはシーチキン祭り、鞍上は横山武史騎手。
勝ち時計2分27秒2シーチキン祭りブリーダーズカップを見事勝利しました。2着ハットリモアテック。全国各地の馬主たちが手塩にかけて育てた自慢の競走馬、最も強い一頭を決めるドリームレース、ブリーダーズカップが間もなくスタートします。スタートしました。少しばらつきました。まずは先行争い。9番ミント04すっと前に持ち出しました。2番手6番メコブライアン、3番チョウハンバクチ先頭に入れ替わります。各馬第3コーナーをカーブしていきます。外を抑えて10番シンガリツンツン、外を抑えて11番ナンジャハイメイ、続きまして12番アイエムスティール、内を抑えて8番ヘブンです。 600m の通過タイムは33秒7。4コーナー間直線コースに入ります。さあ直線コースに向いた。若干リードはチョウハンバッチ、400を切って先頭チョウハンバッチ、その後ナンジャハイメイ、ここからが勝負どころ。ここで先頭が変わった。 200m を通過した。ミント04粘っている。ミント04さらに差を広げにかかる。ミント04先頭。ミント04押し切ってゴール。勝ったのはミント04。鞍上は勝浦正樹騎手。勝ち時計1分5秒7ミント04ブリーダーズカップを見事勝利しました。2着シンガリツンツン。
全国各地の馬主たちが手塩にかけて育てた自慢の競走馬、最も強い一頭を決めるドリームレース、ブリーダーズカップが間もなくスタートします。スタートしました。11頭ほぼ揃いました。まずは先行争い、外から押して10番ヴァンパイアエース、4番とんかつの衣も譲りません、3番ヨダキイカノニカル好位をキープ。各馬第3コーナーをカーブしていきます。外を抑えて5番チャキオードシェル、続きまして11番ブラックエンド、1馬身相手7番クックドゥードゥル、これを見るように内側1番キックンキックン。 600m の通過タイムは33秒0。4コーナーカーブ、直線コースに入ります。さあ直線の攻防、400を切って先頭とんかつの衣、その後ヴァンパイアエース、ここからが勝負どころ。とんかつの衣わずかに先頭か、あと200。とんかつの衣粘っている。とんかつの衣このまま押し切れるか。とんかつの衣先頭、とんかつの衣逃げ切ってゴール。勝ったのはとんかつの衣、鞍上は壇の大成騎手。勝ちタイムは1分5秒3。とんかつの衣ブリーダーズカップを見事勝利しました。2着ヨダキイカノニカル。全国各地の馬主たちが手塩にかけて育てた自慢の競走馬、最も強い一頭を決めるドリームレース、ブリーダーズカップが間もなくスタートします。スタートしました。少しばらついたスタートになりました。まずは先行争い、7番チャキウマヒヒーン、すっと前につけました。外から上がるのはシェイクアウト、5番アイエムホワイト好位をキープ、4番バレアブラオン、外から9番ケーニヒスクローン、内側1番ネギシハルト、外を抑えて2番ユーキラビット、1番人気6番ビニンザリアル、この位置。各馬第1コーナーをカーブしていきます。1馬身相手8番柏のノッチ、3馬身相手10番オカティレイン、遅れて最後方3番ポンチキサキナ、これから向こう上面に入ります。ここから先頭までは10馬身以上、もう一度先頭から。先頭は5番アイエムホワイト、後ろに1番ネギシハルク。 1000m の通過タイムは59秒5。9番ケーニヒスクローネ好位をキープ、11番シェイクアウト、そのうち7番チャキウマヒヒーン。各馬第3コーナーをカーブしていきます。内から4番バレアブラオン、これを見るように内側2番ユーキラビット、1番人気6番ビニンザリアル、この位置。それから8番柏のノッチ、3馬身相手10番オカティレイン、遅れて最後方3番ポンチキサキナ。4コーナーカーブから直線に向きます。さあ直線勝負、若干リードはアイエムホワイト、400を切って先頭アイエムホワイト、そしてネギシハル、食い下がるケーニヒスクロー、ここで先頭が変わった、ビニンザリアル、苦しい展開になった、先頭が変わった、アイエムホワイト伸び足がいい、
2番手ヘイニヒスクロール差を詰める。アイエムホワイト、アイエムホワイト逃げ切って合輪。勝ったのはアイエムホワイト、鞍上は菅原龍一騎手。アイエムホワイトブリーダーズカップの栄冠に輝きました。2着ヘイニヒスクロール、その後3着シェイクアウト。